どうも、翔平です。今回からね、ウルフェンシュタインっていうゲームをちょっとやっていこうかなと思います。こちらの方は Xbox One で、プレスしていくつもりです。こちらのゲームね、私20年ぐらい前に1回プレイしたことがあるんですよ。これは最新作ということで、知ってる、ご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、Doom っていうね、ゲームが非常にアメリカでは有名で、それと似たような形でね、すごい 3D の、オールドクラシックスタイルのね、FPS ゲームがあったんですけども、それの続編ということで、ぜひやっていきたいなと思ってたんですけど、一応日本でも発売される予定で、お伝えしておきますね。多分ご質問が来ると思うんで。Xbox 360、 PlayStation 3、 PlayStation 4では、今年の6月5日に発売予定と。で、 Xbox One はまだ発売されてないので、日本ではね、9月5日に、発売されるというふうに書いております。で、こちらの方のね、世界観として FPS のゲームなんですが、1960年代を舞台として、ナチスがね、第二次世界大戦の戦勝国となった世界で、アメリカ人戦士のブラスコビッチっていう人が主人公として、その、巨大な力に立ち向かうという感じらしいんですけれども、ナチスはデスヘッドっていう呼ばれてるのかな、ちょっとわからないですけれども、デスヘッドって呼ばれてるビルヘルム・ストラッセ親衛隊大将っていう人がいて、その人が発明した、高度技術を用いて、第二次世界大戦を勝ったみたいですね。なんですごい高度に進化したなんか技術が当時からしたらねあって、それに立ち向かうというのが、ストーリーラインみたいです。ちょっとルームメイトが少しプレイしたみたいで、レズームっていうねありますけど、ニューでやっていきたいと思います。英語しかないので、私がぼちぼち訳していきますけど、適当になりますので、その点ご了承いただければと思います。毎日上げていきます。ニュー、なんか難しいって聞いたんですよね。これ難易度ですね。なんで私、ゴーストとかもハードクリアできないので、ミディアムでいこうかな。イージー、ベリーイージー、ブリンゼモン、ミディアム、ハード、ベリーハード。ソロゲームなんでね、マルチプレイはないです。ちゅうことで、これやっていこうかな。ミディアムで。よし。ちゅうことでですね、いきなりカットシーン、なんか寝てますね。バーベキューの匂いが夢の中で聞こえ、感じられるって。子供の声も聞こえる。犬だ、誰か見えるぞ。これは戦争の前の回想かな。これらのイメージは俺のためのものじゃないって。あの夜から始まったみたいな感じですね。バルティックシー、バルト海ってことかな。なんかジャーマン、ドイツの海岸沿いを飛んでるみたいですね。第二次世界大戦中。 Not today、 やられたからフライトデックに行けって言ってますね。フューエルライン、燃料管がやられたから、それをチャンプ、クランプしろって、閉めろって言ってますね。あ、これね。あー、ツールが必要だって言ってますね。よし、どこ、あ、これ、あ、これね。オッケーオッケー。はいはいはい、大量の、ね、燃料がね、ガスタンクに入ってて、引火したら爆発して墜落するぞって言ってます。これを止めろって言ってることですね。あ、止めた。燃えてる燃えてる燃えてる。うん、コードを失ってる。あー、その機体が重いから積んでる荷物を全部捨てろって言ってますね。カーゴどこ、ここ、こっち、こっちみたいですね。ちょっと待ってください。オプションで、多分サブタイトルは日本語はまだないはず。あ、ないね。やっぱね、訳していくしかないですね。マスターボリュームちょっと上げて、ブライトネスをちょっと上げとく。 OK、 じゃあやっていきます。あった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 。カーゴ開けたから全部荷物を、あ、そうですね、荷物を
縛ってるワイヤーを切ってしまえって言ってます。これで切るのかな。オッケーオッケーオッケー。おー、いいね、いい感じだね。これよいしょ。はい、次これ、はい、次これ、早くやんないと死んじまうぞって言ってます。バイバーイ。あ、高度が上がってきたって言って、コックピットに戻ってこいって言って、終わっちゃい。なんだなんだなんだ、ビビらせんなって大丈夫かいって言ってますね。デスヘッドの、あ、コンパウンドから来てる機体だって言ってますけど、な、何が来てんの。戻ってきたよ、コックピットに。なんだありゃって、何あれ。第二次世界大戦中でしょ。タレットに行って攻撃しろって。おーおー、ちょっと何、すごいな、ちょっと何これ。第二次世界大戦中じゃないの。なんかステルス戦闘機みたいなのが飛んでますけど、大丈夫これでいいの。なんか攻撃はしてるぞ、一応攻撃は効くみたいだねダメージがエンジン645がもうダメですって言ってますね。やばい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 、これでいいの、これでいいの。おーおーおー、あれはあれは味方の機体ね。痛い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 。というガンナー、2人のガンナーを失ったって。おー、何何何何何何を思ってる。またまた来んの、すごいね。よう落とされないのが不思議ぐらいだよ。こんなステルス戦闘機じゃねえのこれ、完全に。ちょっとちょっとちょ、やばい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 、よいしょよいしょよいしょ。これ撃ち続けてればいいのかな、これ。ただ単にどんどんボロボロになってくんだけど、右だって。ライトインフロ飛ばすってどこ。あ、いたーん。もう死んだ。デスアッタゲイツアゲン、ハウリングマイネーム。今日会えないよって。勝たなきゃいけないし、戦争があるんだって生き返らせられてるまだ息吸ってるな、息が吐いてんなって。よかった、タフなんだからって。バルチャーワン、あ、これこれはメディカルパックもらったよ。うん、ネガティブ。あー、なんかメイクルームって言ってますけど、これどういうこと。フラッシングライツのあれを開けろだって。何すんのこれ、ドッキングすんの。アライドプレインだって。これ仲間の機体ですね。あー、様子を見てるんだ。あ、オイルが漏れてるね。あー、重い機体だって言っても、あ、爆発した。あー、墜落していくの。コンドー9大丈夫か、落としろ。トゥループトランスポートって言ってるから、なんか人を乗せてるんでしょうね。うん、パイロットウィールが見えるかって、うん、両手で掴んで思いっきり引くんだって言って。なるほど。あー、その機体を上げろって言ってるんですね。あ、なるほどなるほど。あ、運転手失って他の人が運転してるんですね。一生懸命引けって言ってますね、あのパイロット、あの上空に行くための。どうすんの。あのサイドのドアを開けろって、今からビジター、その、ね、訪問者が行くからって。まさか撃つんの。え、もう向こうの機種もボロボロだけど大丈夫なのこれ。え、開けろって。エンジン燃えてます。あ、こっちのエンジンがダメなのね。なるほど。え、行っちゃったよもう。ああ、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 本当かよ。そんな、おお、ちょっと待って、そのシオちゃんじゃねえんだから、なんできるわけないんじゃないの。ちょっと機体が刺さってます。どうすんどうすんの。ランフォワードへのプレス L、 オッケーオッケー。よいしょ、こうすんのか。ああ、ちょっと届く。よいしょよいしょよいしょ。
オッケー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 、捕まえた、気をつけろ。あーあーあああ、そうなるよね、そりゃ近く飛んでんだもん。やばい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 、大丈夫なの？なんかみんなニヤッとしてるけど。ミートアップザファーガス、この人と、うん、どういう状態だって、うん、やるかやられるかだって、いつもと同じさ、わかりました、了解しました。どういうこと、大丈夫、大丈夫なのこれ、みんな来る、これがトゥルーパー、もうみんなボロボロやん。なんか拾ってますね。何かがあるみたいですね。あ、回復パックみたいなのがあるってことですね。じゃあなんか調べていった方がいいのかな。 FPS ですよね、完全に。あ、体力回復した。何オーガーとか言ってますね。どうしたの。あ、よかった、来てくれてって言って、うん、もう全部落とされたって。うん、あのちゃんと高度維持して行くんだって言ってますね。ああ、このミッションがね、あの失敗したらヨーロッパを失うことになるって、それは無理だ、まあこれその単純だ、この人を助けるの、あ、引っ叩いてるよ、しっかりしろってありがとうございますって言って大丈夫ですよ。なんかもう正気を失ってたんですね。ボロボロやん、機体大丈夫か。なんかコーパイロットが死んだって言ってたんですけど、この人がやっぱりやられちゃったみたいですね。大丈夫なのこの人。おーおーおお、墜落したみたいですね。うん、1946年の、7月16日、ナチのウォーマシーンが、あー、なるほど、すごい進化を遂げたって言ってますね。あら、我々の戦術が通用しないんだって。何あれ、人々がね、もう、なるほど、この戦争の戦況を変えるためにみんな必死だったって。何あれ、こんな、ちょっと、あ、やばい、何この恐竜みたいの、これ1960年代なの。第二次世界大戦中にナチスがこんなことしてたってこと。墜落しちゃったんですね、やっぱり。あ、聞こえますよ。どういう状態だ。うん、ああ、なるほど、あの変な機械みたいなのがね、あの狙って俺たちを食おうとしてるんだって。まだ狙われてるよね。ライトが見えるかって。見える。あ、消せ、気づかれるぞって感じ。うん、見えるよ、何ができる。うん、何かそこには行けないから。あー、なるほど、あ、なるほどね、あの変な機銃に乗って、あのうろついてるやつをぶっ壊せって言ってますね。あ、なるほど、水面下から、あの水の中だったら気づかれないから泳いでいけって。プレスなんとかっていうブレイクオープン、これか。オッケーオッケー、40ヘルス、おお、来たぞあいつが。ランフォワードへのプレス LB スプリントスライド、あ、スライドできんのねこれで。えちょっと待って、これあ、こうすんのね。オッケーオッケーオッケー、これでなんかある。オッケーオッケー、よしあいつは長、もっと前に殺しておくべきだったって。何の話ですかね。水であの変な別な飛行機にくっついてる、よいしょ、どうやって下に行くの。こうかオッケーよいしょ、みんな死んでるよ。ちょっとどうすんのこれ、息続くのかな。マップがわからん、マップないのか。ここか。ちょっと上空に行くためにはどうすんのこれ。泳ぐ、こっちかな。あれ、あ、ヘルス見つけ、
ここじゃないみたい。なんか何もないね。なんかマークがまたついてんのかな。ちょっと待って、よいしょ。あったあったあった。あんなと、あそこまで行くの。息が続かないと思うんだけど。おお、ちょっとこれはもうちょっとなんかもう別世界の出来事ですよ。ナチスすげえ。ここに行けってことですね。よいしょ、息が続かないぞもう。よいしょ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 。で、よいしょ、タレットね。タレットを使えって言ってますね。あのでかいの壊すの？あのちっちゃいやつだよね、多分ね。よいしょ。これでいいのかな？オッケーオッケー、もう一匹？よし、壊した壊した。エグジット。で、これで降りて向こう側行くのね。あ、みんな出てきた出てきた。よいしょ。助けてくれましたねって。落ち着け！あ、なるほど。どうやってあそこまで安全な場所にたどり着くか聞きたいかいって言ってますね。聞くんだ。ああ、高出力のね、マシンガンがあそこのトレンチにあるって。その塹壕にね、それをぶっ壊さないともう進めないって。ああ、なるほど。あそこでカバーファイアするから、うん、カバーファイヤー、カバー、うん、援護射撃するから、一人で行ってぶっ壊してこいって言って。そんな、スーパーマンじゃねえんだから、できんの？ちょっと、な、武器が手に入った。よいしょ。イッフー！サブマシンが手に入れたよ。どうすんの？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 塹壕に入って進めって言ってますけど、ここか。よいしょ。行ってきまーす。行ってきまーす。やばいやばいやばい。痛い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 。ちょっと待って待って待って、どうすんのこれ。ちょっと待ってね、武器の切り替えはこれか。 OKOKOK。 なんか切れないの？ダメ？よいしょ、ダメみたいですね。ここから降りんのかな。あった、アーマー。あ、敵がいいんだけど、ちょっとこれ撃っていいのかな。おら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 、ここにいんだよ俺は。あーあーって、リロード。狙うの難しいな、結構。弾がなくなる、こんなことしてたら。接近戦はナイフでいく？あー、あったあった、タレット。ハンドグレネード。ハンドグレネードで、あ、ハンドグレネードで壊せってこと？これナイフとかじゃ無理だよね。キーンキーンって言ってる。ちょっと待って待って。ハンドグレネードで、よいしょ。いけ。よし。壊したぞ。ハンドグレネードいっぱい拾っとく。ああ、はあ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 。なんかジャイアント、あのでかいやつはスタンパーっていうんですよ、踏み潰すやつ。あいつらがいて動くのは難しいけど、敵のね、コンパウンド、そのデスヘッドがいるところにたどり着くまでに行かないとダメだって言ってますね。あー、スタンパーに潰されるなよって言ってますね。こっから私はなんか別行動するみたいですね。ちょっと待って、なんか拾えるもんがいっぱいあるよ。ホールド、ホールド LB& ムーブ L。 どうすんの？リーンアンダーだって。どうすりゃいいんだろうこれ。リーンアンダー、あ、こんな感じ。え、どういうこと、どういうこと。ちょっとおじさんに分かるように説明してくれ。何か拾ったぞ。こういうことか、こういうことか、こういうことらしいぞ。ちょっとこういうことね。足が見えてるよ、ほら。よし、開ける。この野郎、大丈夫か。門町はいないのか。門町は大丈夫みたいなですね。よし、アイテムは、あ、ここにアミューションがありますね。オッケー。よし、やっていきます。ちゅうことで結構面白い。こっちには何もない。あ、あ、敵いるよ、もう。おら、おら、おら。なんか武器拾ったよね。あ、あったあったあった。アサルトライフル。何が、あ、サブマシンガンの弾がいっぱいあるのね。オッケー。おら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 。COD ほどフレームレートが高くないな。
あそこ見えてるよ、あなた。そんなとこ隠れてないで。出ておいで。よし。で、あとあそこですね。おら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 。よし。おっと、なにこれ。ヘビーアミニション。おら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 。ウェポンセレクションメニューに入るのはもう覚えた覚えた。おら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 。これリロードできないのかな。あ、もう弾ないんだ。よいしょ。なんか特別な銃なのかな。なんかいっぱい拾うもんがありますね。よし。なんでこれ。あ、ここはいけないってことね。弾を拾う、弾を拾う、弾を拾う。なんかこの人すごい格好で寝てるけど大丈夫？よいしょ。寝てないのか。やられてしまったのか。敵はいないみたいだね。アーマーを拾う。すげえ！なんだあれ。いた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 。あー、撃ってきてる撃ってきてる。見えてますよ、あなた。大丈夫ですか？こっち行くのかな？ちょっと感度がちょっと遅いな。ちょっと待ってね。コントロール、感度は、X 座標と Y 座標、ちょっと上げとこうか。よいしょ。OK。じゃあやっていきまーす。おーっとっと、こっち行かない方が良さそう。なんか向こう行った方が良さそうだね。これナイフで壊せんのかな？ほら。ダメ？ダメか。よし。ここは特に何もない。もう先行けってことですね。オッケーオッケー。さあ、やっていきたいと思います。今何分か、ちょっと確認させてください。今22分。ここまで来たぞ。おわ、ちょ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 、待ち。だいぶ死んだみたい。おお、いた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 。ヒットマークがないからさ、なんか当たってんのか外れてんのかよくわかんないですね。これは塹壕の中ってことね。アイテムは特にない。適当なとこでね、切っていきますんで、すいません、ここでやめますとかは言わないかもしれない。なんか、あ、グレネードがあるのね。了解了解。ハードでもよかったかな。でも難しいって聞いたからちょっと心配だったんですよね。途中で詰まったりすると嫌なんで、とりあえずクリアすることを目標に頑張っていきたいと思います。怖い。なんだあれ、あれなんだあれ。あんなものが70年前ぐらいにあったってことか。ちょっとどうすりゃいいのこれ。こっち行っていいの？やめてー、ちょっと撃たないで俺のこと。大丈夫？あ、こっちにも行けたんだ。なんだ、ぐるっと回ってきただけね。なんか体力が減ってるんだけど、なんで？うわー、なに、ちょっとやめて。びっくりしたー。こっち行っていいのね。ちょっと一応やっとく。よいしょ。あ、あった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 。木箱だけは壊せんのね。了解。よいしょ。お、なんか置いてある。アミニション。おお、ちょっと痛い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 。ナイフで刺してる、ナイフで刺してる。やめろよお前、ビビらせんなよ。ちょっと何してんのお前。よし。いちいち X ボタンを押さないと拾えないっていうのが嫌ですね。おら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 、ちょっと怖いな。門町はいない。うわ、すげえいる。ちょっと待って、グレネード、グレネード投擲、グレネード投擲。ちょっと待て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 よ待てよ。おら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 、よし。おら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 、これは新しいな。よし、ちょっとこっちに変えます。あ、ちょっとナイフは飛ばないよ。アサルトライフル、サブマシンガンよりアサルトライフルの方がいいのかな。おら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 、よし。ん、なんだ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 、何の話をしてるんだ。これは戦争じゃないとか言ってますけど大丈夫？ハードでも良かったのかな。そんなに強くないな今のところ。いや、でも必ず苦しむ時が来ると思うんだ。いいよもうノーマルで。よいしょ。
これとりあえず拾っておいて、もうないかな特に。オッケー、行きます。今どれぐらい？今25分。じゃあここで一回切り切らせていただきますね。アメリカ軍のあれですね、すごい。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。失礼します。